その私の銅像はもっと後ろで大丈夫にゃ。はい、お疲れさんにゃ。キャットコインだにゃ。やったにゃ。ついに私の銅像が立ったにゃ。にゃ、やっぱり猫は素晴らしいにゃ。お金の流通に一役買っただけではなく、労働力にまでなってくれる。おかげで私たちは働かなくてもこの島の女王様にゃ。気分がいいからちょっとまた遊んでくるにゃ。あ、玉木さん、もう、まあいいか。私も新しい訓練場で鍛錬してこよっと。君も浜辺でのんびりしてて。遊んだ遊んだ、楽しかったにゃ。玉木御殿に帰るにゃ。そうね、あのコインで猫たちがうまく私たちに従ってくれたおかげでこんなにも素晴らしい生活を送れるようになったわ。猫たちに囲まれた玉木御殿、年中開催しているバーゲンセールのバーゲンセール、そして私のための訓練場、リラクゼーション施設、ここはまさに楽園にゃ。何でも思ったようにうまくいく不思議なところにゃ。心なしか魔物も最近はおとなしいみたいだしね。君も平和な暮らしは望むところじゃない？でも本当、今までの生活って何だったのかしら。ここにいれば自分の好きなようにできるわ。もう正直この島から出られなくてもいいと思えてきたにゃ。そうね、ここで楽しく暮らす方がいいわ。君もそう思わない？私は本気よ。君だってここの生活は快適でしょ。このままずっとここで3人で仲良く暮らすの、とっても幸せそうな生活じゃない？それいい考えにゃ。私たちがこの島の女王様なら君は王様になるにゃ。結婚まで行くのは飛躍しすぎにゃ。でもそれも悪くはないかもにゃ。ここでは何でも自由にゃ。そうね、だってここはランドセルじゃないもの。私たちが好きなように生きられる夢の島だもの。今までのことは全部忘れて新しい世界で生きていくのよ。ゆかりさん、まだ玉木さんと美冬さんから連絡はありませんの？うん、何も。やっぱり何か事件に巻き込まれたのかも。
そうですわね。マルジェン海岸できっと何かがあったのですわ。海で行方不明になったのなら、まさかもう手遅れなんてことは。ちょっと、そういうことは冗談でも言わないでくださる？あの二人はそんなにヤバではありませんわ。そうね。悪いことばかり考えちゃった。もしかしたらどこかの島に漂着して優雅にバカンスでもしてたりして。まあそれはそれで心配ですわね。羽目を外していなければ良いのですけれど。とにかく私たちも二人の情報を集めに出かけますわよ。